どうも、ベッキムです。いつも動画をご覧いただきまして、本当にありがとうございます。今日は皆さんに大事なお知らせがあり、このような動画をですね、配信をさせていただきます。その大事なお知らせというのは、なんとこの度チャンネル名をリニューアルしました。今日も元気にいただきます、ベッキムの食いしん坊日記と題しまして、これからですね、数多くの美味しいグルメなどをたくさん配信していきたいと思います。 もともとチャンネルを設立した時には日本の美味しいものですとかお土産、そして観光地、観光スポット、お酒、そして歴史などですね日本のものにフォーカスをして全世界の人に知ってもらおうというふうな思いでチャンネルを設立しましたが昨今まだコロナ禍のですね収束が見えず今も各地にですね旅行に行くこともなかなかできない状況が続いている中やはりあの飲食店の人たちにですね何としてでもやっぱ頑張ってもらいたいそういった強い思いからですね今後はグルメにフォーカスをしてい ううしして皆さんにに動画をお届けしようというふうに思いました今後も引き続き毎日の動画アップを頑張っていきますのでぜひ新しいチャンネル名でもあります「ベッケムの食いしん坊日記」をぜひよろしくお願いいたします。